はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。まあまあちょっとね、記事とか全部読めてないんだけど、前期の記事とか結構読んでて、なんかなんていうの、こうサイクルがちゃんと成立するゲームで、もうね、やっぱ僕このゲーム散々一生文句は言い続けてるきたし、これからも多分ふざけんなバカがとか言いまくるけど、このゲームやっぱ好きだね。その話はさておき、選出決めるか。ダイナートドンは確定で投げたくて、あっと1地面の一貫ゲロだから、まあ、無道が欲しい話。そんな感じの選出でいいかな。トゲキッスはまあ、もう、敗北者になって久しいポケモンだからね。初手ダイナの、無道トドンで、いきます。まあ、結構前期の記事、まあ、受け回しはね、二つ三つ読むんだけど、無限ダイナが結構、おーって感じの、まあ、守り入りのね、無限ダイナがかなり結果残してて、おーって感じだったから、まあ、使ってみてって感じですね。で、トゲキッスね、ちょっと、こういう時に一回見れるの偉いな。たくまれても、次ヘッドバックぶち込めばいいから。なるほどね。なるほど。まあ、ヘッドバックワンウェポンで、まあ確かにプレッシャー考えると守る身があり弱いわけがないんだよな。守り入れて使ってる人のね、枠とか僕見たことあったんだけど、まだ結構前の話だったと思うんだけど、なんか、結構半分ネタみたいな感じのノリだったんだよね、当時は。ただまあまあ、どう考えても、強いよね。身代わりと多分セットじゃないと話にならないと思うんだけど、その枠では守るだけだったから、そんな感じだったと思うんだけど、守る身代わりセットを、マジでグライオンみたいな。ここも技見てから引きたいかな。困るのが瞑想してくる場合なんだけど、レイビー打ってる。ま、さすがに引きたいね。確かにプレッシャーとのシナジーが。で、無限ダイナをね、裏押して崩そうと、受けループがもう無限ダイナでウロス見れるってのが知れ渡りすぎてるから、ワンチャン無限ダイナこういうちょっと面白い方にすると強いんじゃないかっていうね、話がありますね。レイビーぶち込んできて、普通のやつ。まあ、裏にアメネットを叩き込みたいかな。トゲキッス焼けるとまあまあ楽しい気持ちになれる。いやー、トゲキッスは出てこないか。海洋が、やっけてもいいけど、さすがに引くか。スカーフだと思ってよくて、火力的にはメガネじゃなくて多分スカーフで、ここ焼いてほしくて。アメットまあまあ入るね。さすがにやっけはしない。これ、ここタックまれてもヘッドバック打ってばいいのと、めんどくさいのがナットレなんだよな。トリックされた後にナットレ出てくる場合が結構だるくて、ただ、ここ、たくまれるのも、まあまあ、うざい。ここ、ネット連打が多分正解だと思うんだよな。トリックケアしたい。普通のエアスラー。まあ、トドンは、かようがに、まあまあ、全然投げれるヒットポイントあるから。ここは、これで OK で。トリトドンもね、あとね、強いと思ったね。使ってて強いなとは思ってたけど、記事とか読むと、やっぱトドン強いっぽいな、みたいな。まあ、ドラン見れて、海洋が見れて、水の一環が切れるってのはあと神だよな。ノラゴン入りに対して。だから、受け録じゃない構築でも結構入ってるの見かけてて、なかなかね、おおって感じの、あれっすね。これ、メガネだね。トゲキッス。身代わり残したいけど多分ヘッドバックで殴るのが正解で、トゲキッス処理できるなら OK。オーガー引いてきてたら毒狙いたかったっていう感じで。ダイナはまあ削れたな。いや、さすがに多分この火力はメガネだと思うんだよね。いくらなんでも、普通こんな範囲なイメージあるから。弾とかでもなかったし。いや、でも、トドン HD だからな。アーシフ。ここはもう再生でいい。で、トドンで大が見れてるから、
多分ハッチマキかな。こいつに、あれだよね。守る通るんだったらさ、B 削って、っていう採用の仕方するんだけど。まあ最速とか取って、っていうダイナ使おうと思うけど、そういうわけではないからね。これ、あれだな。どっかで身軽置きに行っていいね。アーシファート3回しか強打飛んでこないから。いやー気が楽だ。もう負ける要素がどこにもないもん。暗黒強打ってさ、急所に絶対当たる代わりに、急所に当たんないよな。そう、矛盾してるんだけど、そう必ず急所に当たるってことはさ、突然、なんていうの。急所に当たるって突然来るから困るわけで、分かってる以上はもう最初から急所前提でゲームを考えるわけだから。ここは多分引くポイント80ぐらいある。オッケー。なんかこれであれなんでしょ、守ってで次見返りしてみたいので枯らせるみたいな。これ最速でやりたいな、無限大な。バカらしいよなこれで、ね、プレッシャーで。まあ TOD がなかったら間違いなく多分世界最強だったと思うんだけど、 TOD があるから僕これどうなのかなと思ってたんだよね。記事最初読んだ時さ、意外といけるっていう感じのことをね、記事書いた人が言ってたから。その TOD どうなのって直接聞いたわけじゃないんだけど、なんか強いって言うから、一回は使うべきだね。あとは。使ってみるとなんとなくわかるというか。あー、これでも結局僕トドンに引くから、ヘドバック打っていいんだよ。で、アーシフに対してはこっち別に1枚切っていいから、でこの人に至れば、ハチマキじゃないし大丈夫なんで。今のとこ、いや、さすがにレイビーは、8回、多分、1ポイント満タンからだったら余裕でいけるんだけど。あ、この1ビでもいけるかな。とりあえずここもう一回守っておくて。トドンに1回と、多分3、6、12、6、半分ぐらいかな、まだ。まあまあまあ、別にこっちだと無動切ってっていう場合もできるから、そんなにかな。まあそもそもな話はある。あと海洋が、ああ、はいはいはい。メガネ存在しないからな、今。じゃあもう一戦いきます。守るエグ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。まああとあれだね、前期のインフレ具合を見てて思ったけど、やっぱ、なんかちょっとさ、このルールって、僕の勝手なイメージだけど、若干7世代感があるような気がしなくもないぐらいな感じがあって、まあ、そういう意味だと、みんなめちゃくちゃ楽しそうに、うおーって感じだったからさ、まあ、よかったっていうか、なんか、ほんと熱かったんだろうね。僕も、もうインフレシーズンで勝てなくて鬱になる話をやめます。ダイナムドーヌオーカの選出。で、ヒレもダイナ見れるから、トドンに対して、まあ、ヌオーが毒入れれる話と、まあ、それでいいか。そう、手出し案考えるとヌオーでもいいんだけど、結局、ジャレ打たれて毒打っちゃって、みたいな。裏に都合よく通ればいいけど、結局、レヒレ出てくるからな。これでいいと思います。初手出し案じゃなくてレヒレ。これは持ち物わかるから、まあ、悪くない。素早さ判定できるため、遅い。とりあえずまあじゃあ身代わりが置くのが安定かな。これをだってあれでしょ、怒りをさ、枯らせる話なんでしょ。えぐいよな。座車までいけるか試してみるか。守る身代わりの一本槍で。とりあえず身代わりから入って。ああ、はいはいはい。挑発撃ってくる。ここでまあ多分雑誌案投げるんかな。普段だったら僕マジフレ、プラスマジフレで始末するんだけど、雑誌案を。雑誌案に打点持ってないから。まあでも無限大な技って全部、あれだよな。放射はドランに通らない。毒もドランに通らない。で、鋼に通らないでしょ。で、ドラゴン、ダイマックスを入れると、通らないみたいなのがあって、まあまあ難しい感じはあるんだけど。で、このランド多分草結び持ってるかな。裏多分出したんだから、ヌオを多分このラウンドで処理して、みたいな感じだと思うんで。弾かなんかじゃない持ち物。まあ残飯稼ぐ意味でも、
込んでいいと思うけど、あとスカーフかどうかも判定しときたいね。スカーフだったらネオで楽勝になる。とりあえずスカーフではない。まああれヒレの挑発めんどいけど、なんか問題ではないからな。眼風から来る打点ない感じかな。これで無限大なんでもう勝つんでしょ。ここもう一回ヘドバックでよくて、こっからも守りがでいいのか。まあ自然とこいつはヘドロ持つことになるし、間違いなく相性はいいよな。地震打ってくる。地震1回目、地震あと7回打たせればいいんでしょ。すごで、ザシャン引きはヌオン引きでいいから。いやこれ絶対さ、早いダイナでだったの強くね。とりあえず守るからだね。いや早いダイナ割とありだな、強そうな気がする。いやまあでも早くして、まあまあミラーにめちゃくちゃ強くなる話はあるけど、地震2回目、まあ多分身代わり強すぎるし、ドラパルトとかで見るんかな。ここ身代わりでよくて、これ枯らせるわ。あと6回でしょ、余裕なんだけど。あーそっか、守る絡めると単純に 2.5 倍分ぐらい PP 枯らせるようになるのか。守ると身代わり交互で結局その2回分2倍になるのと、ヘドロの回復量も増えるから、守る打った分だけ16分の1ずつね。それすごいな。地震3回、ここ守って4回目打たせたいけど。で、ザシャン投げられた時に通る技が1個もないから、守るにザシャン投げられるの全然構わなくて、レヒレ出てくるならもう1回身代わりから入るだけだから。地震4回。地震あと4回か。4回打たれたから。すご。すご、このポケモン。さすがに引いてくる。レヒレ出てくると、ここをヘドバックで分からせに行くか。まあ身代わり1回押すと、あ、じゃあ守る押すとヒットポイントが増えるだけみたいな話があるけど、いや殴っていいと思うな。 TOD 考えてもレヒレ削っとけば、レヒレもランドルスも回復しないから、こっち間違ってなんか最後ダイナちょっと削れて終わっても絶対大丈夫になるから、ぶん殴ります。いや毒タイプ、ヘドバック見てよくレヒレ引いてきたな。ばっこり入る。挑発。いや、でもさ、ランドロスに対して、ヘドバック、2回打てる計算になるけどね。ああ、1回か。壊されて引かなきゃいけないから。まあ、レヒレ捨ててくるなら捨ててくるで、全然構わなくて。これダイナのあれだな、ワンウェポンを何にするかで、なんかすごい話変わってきそう。2回ヘドバック出してくれるっぽい。ザシアンをかたくなに投げてこないとは、ザシアン選出してないんか。まあ、ヌオーを見ると、ザシアン軸の人ってたまにザシアン投げないよね。ヌオーを役割集中しとか、あと、ヌオーで2体見させて、そのうちの片方で始末してザシアン通すみたいなことやる人結構いるから、それもあるのかなと思って。で、自信が、あと4回か3回とかっけ。まあ、無道もいるから、絶対大丈夫な話はあって、毒が入ると、おそらく、次のヘドバックでいけるかな。ああ、ちょっときついか、毒っても。こいつ全然毒んないわ。絶対ガンプから打ってくるんだけど。どういうこと？これ、次毒ったらさすがに突破するよ、それは。守れるようになるしな、挑発のターン減るから。えぐすぎでしょ。多分地震の PP を考えて別の技打ったりしてるんだと思うんだけど、すごいな。さすがに消える。これはでもヘドバック打ってよくて、いやーでもそういう意味だと鋼タイプめちゃくちゃ重要だよな、このゲーム。守ってよくてヘドバック打ってもいいんだけど、 PP からしのルートで遊ぶか。ザシャンいないと思うんだよ、技構成的に。無限ダイナに対してザシャン投げ放題だから。僕このゲームさ、ザシャン投げられたところに負荷がかかんないときつくて、ドランが投げられ放題でドランに何にもできないのが辛いなっていう思考でいたんだけど、プレッシャーがあるんだから PP を枯らせばいいじゃんっていうさ、
それはなんか先入観があったね。TOD あるから、多分ダイナがヒットポイント削れてそれで負けるんじゃないかな、みたいな。で、早いから大体上から動くから、下から最後削られて、多分 TOD で無理なんじゃないか、とかって思ってたんだけど、想像以上に削れる話があるよね。で、身代わり残ると再生できて、ゴリ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 さ、2ずつ削れていくからな。死に特性だと思ってたけど。いや、まあ、ダイナのね、プレッシャーは死に特性じゃないんで。例えば、ダイナがこれでじゃあ冬だったらめちゃくちゃ強くねとかって思うかもしんないけど、そうするとウラオス受かんないわけで、プレッシャーで、この無限ダイナはね、成り立ってるポケモンだから、グラッシードか。これ、どうしよっかな。身代わりからでいいか。ヘドバクってワンチャン耐えられた時がめんどくさくて、てかちょっと耐久振ってると耐えられるんだよね。ゴリランダグラススライダーあるから。あー、はいはいはい。勝ったけど。なんか身代わりの安定感が 1.5 倍ぐらいになってるわ。身代わり、上から腫れた時に裏目になる場面がほとんどなくなってる気がするな。すごいな。グラスラー。割れるわけねえだろ。全然 PP からす試合にならなかったわ。もう全部の試合が全部こんな感じで進んでったらな、こんな楽なことないけど。結局でもあれだよな、なんか。最終日とかのさ、2戦から勝ち上がってくみたいなさ、やっぱり、なんか、ちゃんとなんていうの。この軸にはこういう動きすれば勝てるっていう根拠を持って、やらないと絶対勝てないから。なんか、いろんな意味で甘かったよな、前期僕は。あとなんか、他のやつがあんま使ってないものを使う方が強いみたいな。いや、それはおもちゃポケモン使えって話じゃなくて。おもちゃポケモン使えって話じゃなくて、なんか、まだこの世界に存在してないと思われてる方とポケモンを使うみたいなのが強いから。で、当時はヤドランで熱風ネクロをかもりまくって勝ったりみたいなのも。あったから、そういう、かさはびで、メガネとか瞑想のね、海洋が全部、まあ、瞑想はちょっと怪しいんだけど、メガネの方は全部いけるみたいな。メガネ海洋が崩し一人してる人にめっちゃ勝てるみたいな。当時はかさはびと、ヤドランはそんなに知れ渡ってなかったから、まあ、それは型も、公式記事読んだらね、書いてあったんだね、隠してたって。そりゃ、強いものは、隠すよな。情報戦なんでね。GG。今期マジ。やるぞ。